なんだ？ゼウス、破壊。よし、さあ、ニンフ、早く帰ってこい。おい、まさか。連れて行け。俺をシナプスに連れて行け。もうゼウスかなんかはないんだろ。ただ飛んでいけばいいだけだ。連れて行け、イカロス。してもよろしいでしょうか。私は遥か昔、空のマスターの命令で地上を、人間たちを攻撃したことがあります。分かってる。でも命令されてやったんだろ。お前のせいじゃない。今はそれよりシナプス、地上を破壊し尽くした後、私は突然動作不良に陥りました。その時たまたま私を見つけた人間に命令され、逆にシナプスを攻撃したことがあるんです。ジン、悪い奴ってのはいつの時代にも。でもイカロス、今も時間がねえんだ。昔話なら全部終わった後にいくらでも聞いてやる。今は先輩、今どこです？俺の話を聞いてくれないか。あの時、先輩のように。シナプスには当時ゼウスはまだありませんでした。存在していたわずかな兵器と、ニンフ、アストレア、ハーピーたちの4人がやっとの思いで私を止めたんです。でも当時最強のエンジェロイドであった私の攻撃に、シナプスは崩壊まであと一歩のところまで破壊し尽くされました。私を壊すことができなかったシナプスの騎士たちは、私の動力炉、可変ウィングのコアにある装置を取り付けました。なんだ？おい、イカロス！その装置により、私は許可なくシナプスに近づくと、私自身の体が燃え尽きます。なんだって、お前が燃え尽きる？こんな時に冗談とか、相変わらずわけわかんねえやつだな、お前は。引き返せ！どこへですか？もう地上は消えかけています。いずれ地球も消えて大気もなくなります。マスターは大気がなければ生きられない。引き返せ、今すぐにだ。マスターをシナプスに連れて行かなければ、もう二度と誰もシナプスに近づけない。そうしたらマスターの世界も救えない。うるせえ！ソハラさんも救えない。うるせえ！引き返せつってんだろ、聞こえねえのかよ。おい、イカロス！引き返してくれよ、頼むよ。そうなんだ。あの日マスターに拾われてから、毎日が、1分1秒が幸せだった。兵器だったら嫌だって言われたこと、兵器で良かったと言われたこと、その全てが幸せでした。ダメだ、イカロス、引き返せ。命令だ、イカロス、引き返せ。どうした？マスターの命令は絶対なんだろう？言ったじゃねえかよ、あの時そばにいるって言ったじゃねえかよ、イカロス！
マスター、マイマスター。お目覚めですかマスター。お前な、いい加減その起こし方やめろ。朝ごはん、いやすみませんマスター、作り直します。たく、まあもういいって。はあ、取った、ニンス先輩が私のおせんべい取った。うっさいわね、あんた末っ子でしょ、我慢しなさい。朝から何やってんだお前ら。あ、お兄ちゃん、おつちみっこ帰ってきたのか。うん。あ、ねえトマキ、デート行かない？ね、あ、ちょ、はい、デートって何ですか。あ、二人で美味しいもの食べに行くんだ。私も行く。うっさいわね、ついてくんじゃないわよ、タク。痛い、お姉ちゃん痛い。これがデートなの？なわけあるか。また動力路が痛い。どうして？マスター、私のマスター。ねえねえ、何食べに行くの？トモキなんてしたいからさ、帰りなさい。プレイ、最近のマスターの趣味思考確認。やっぱり痛いのがデートなんだ。違う、違う。楽しい、デートの楽しい。姫様ない、ここにも姫様あるって言ったのに。トモボ、帰ってくんねえかな。おかわりください。だからねえよ、朝一番の回転と同時に目玉のしめ様全部あんた一人が食ったよ。お魚さん痛い。はあ、大きくなりましたね、この子たち。日和さんに教えてもらったからです。ありがとうございます。いえ、大したアドバイスしてませんよ。イカロスさんの愛情があったからきっとこんなに育ったんですよ。愛情。はい、愛情です。愛情。あらあら、二人とも大胆ね。カザネじゃないか。もう大丈夫なのか。その姿で桜井くんにアピールでもするのかしら。まだまだ熱いものね。会長さん、姿先輩。
ミカコ。だって、カザネさん可愛いんだもの。あ、マスターは今、少し出かけていて。いや、ちょうどいい。カザネもいるなら、二人に話したいことがある。ん？そうね、外じゃなんだし、お茶にしましょう。おい、一般なって。ねえみんな、何やってるの？デート！デート？ソハラお姉ちゃん知ってた？デートって痛いんだよ。あー、ちっかー、こんなにデートなわけあるか。え、デートじゃないの？違う、ソハラからも言ってやれ。え、そんなの私だって。あー、そのつまりデートってのは、そのつまりあれだ。そう、愛がなきゃダメなんじゃね。デートって愛なの？ねえミーフお姉ちゃん。いや、まあそのアストレアお姉ちゃん。わかりません。じゃあ愛って何？愛を教えて。単刀直入に聞くが、イカロス、お前はもう自分の存在がどういうものか全て理解しているんじゃないのか？イカロスさん、以前記憶を失っていた時、この空見町の上空には何もないと言っていた。だが今のお前は本当のシナプスの位置がどこか知っているんじゃないか？いえ、私は。何か訳があるのか？だがお前にも分かっているはずだ。いずれトモキはシナプスへ行くと言い出すぞ。お前のことだ。本当ならそうなる前にお前自身がシナプスにケリをつけようとしに行くはずだ。トモキに実害が及ぶ前に。事実、お前にはその機能と性能が備わっている。あの、私がエンジェロイドにされた時、私には町ごと多次元空間に転移させる装置がつけられていました。この世界に戻ってきて、妊婦さんにも次元装置が取り付けられていたって聞きました。ひょっとしてイカロスさんにもそのような装置がついているんじゃないですか？シナプスに逆らえないような、何かセキュリティのようなものが。うん、どうなんだイカロス。そうね、確かにイカロスちゃんもエンジェロイドならあり得る話ね。アストレアちゃんは別だろうけど。違いますか、イカロスさん。私はシナプスには帰れません。え？私には何もできません。何も。ウラヌスクイーンと呼ばれるシナプス最強の兵器にできないことなどあり得るのか？何かを隠すために我々に嘘を言っているんじゃないのか？どうなんだ、答えろイカロス。私には。A 君、ダメよ、女の子をいじめちゃ。私、イカロスさんの気持ちわかります。私と同じ。きっと大事な人を守りたいから嘘を言っているんじゃないかって思うんです。日和さん。私も一度この世界から消えるとき嘘をつきました。本当はあの時桜井君と離れたくなかった。だから強がったんです。本当は怖かった。この世界に二度と戻れないと思った。だから私はあの時祈ったんです。桜井君との思い出の場所、あの場所に飛ぼうって。ただそれだけ。日和さんの気持ち、愛。カザネが消えた時、カザネの存在自体の記憶が我々の中からも消えた。 A 君の聞きたかったことってそれ？ああ、だがなぜかトモキの記憶だけが消えることがなかった。なぜだ？そのことに関しては偶然かもしれませんが、一つ気になることがあります。この世界から消えて多次元をさまよっていた時に、いくつかの平行世界や他の時間軸の世界を見てきました。過去、未来。でもどの平行世界を放浪しても桜井君が存在していなくて、桜井君が存在していたのは
この次元の時間軸だけだったんです。なんだと。やっぱり桜井くんなのね。それともう一つ、それら平行世界のすべてが同じくシナプスの支配を受けていました。そしてそのすべての世界が最後にはシナプスに滅ぼされていた。バカな。すべての次元、存在しうる平行世界が同一に同じ状況に陥るだと。そんなことが、そんな推測をしたら、この世界、いや、すべての過去連鎖に並行してできた連続体時空世界は、すべてシナプスが作り上げたということに。お前らとはもう絶対デートなんかせんからな。何よ、悪いのは全部デルタでしょ。ああ、また全部私のせいにする。ずるいずるいずるい。ああ、もううるせえ。って、あれ、先輩に会長来てたんすか。日和さんまで。あ、お邪魔してます。マスター、お帰りなさいませ。あ、師匠。わーい、ケーキだ。一体どうしたんですか。ちょうどいいわ、みんなで食べましょう。ケーキ、ケーキって何。あれ、どうかしたの姿。いや、だとすると、カザネが帰ってこれたのは、カザネ自身の願いというより、むしろトモキの存在がこの世界に引き寄せたとしか。悪かったな、イカロス。お前の朝飯食ってやれなくて。結構俺腹減ってるからさ、着替えたら一緒に食べるか。はい、マスター。やっぱり一人で留守番させたのはまずかったかな。まさかあいつもデートに行きたかったとか。にしても笑えるようにならねえな、イカロス。ニンフやアストレアは笑えるのにな。なんでかな。待てよ、ニンフやアストレアは笑える？あの二人とイカロスの違いといえばこれじゃね？そうだよ、あいつだけいつまでも鎖に繋がれているから。おい、イカロス。なーない、私のケーキ。おかしいわね。ちゃんと人数分買ってきたはずだけど。姿くん、二つ食べた？いや。あー、つうか俺の分もね。トモキの分はカオスにやった。なー、ケーキおいしい。わ、私も自分の分しか食べてませんよ。私のはまだここにありますけど。私も自分の分のケーキ食べてないわよ。ニンフ先輩、何を。食べましたね、私のケーキ食べましたね。うっさいわね、あんた末っ子なんだから我慢しなさいよ。またそうやってお姉さんぶって。だいたいカオスがいるんだから、私末っ子じゃないの。どっちでもあんたは私末っ子。そうなるのかな。みんな仲良しさんの姉妹です。でもお姉ちゃんはエンジェロイドとは違うの。姉妹じゃないの。え、あ、カオスちゃん、日和さんはね。いいんです、私はイカロスさんたちとは少し違うから。そうですね、カオスちゃんの姉妹ではないですね。でもよかったら仲良くしてくださいね。え、おいしそう。あ、よかったら私のも食べますか。二人とも喧嘩はやめ。今日という今日は許さないんだから。おい、やめろ。何よ、やんの。イカロス、やめさせろ。二人とも喧嘩はやめて。喧嘩はやめなさい。ちょ、イカロスさん、ストップストップ。それもマスターのご命令ってやつか。ふざけんな、お前自身が決めろ。はい、だから自分の好きな時にここに来ます。普段は森にいますけど。お前くんの飯時だけだろ。私も
友樹が自由にしろって言ったんでしょ。俺はさ、お前たちに自由に生きてほしいって思っている。マスターの命令を遂行するのが存在意義だとかさ、なんか嫌じゃんか、そんなの。だから私も自由にここに居候してるのよ。堂々と居候発言すんだ。お前のお菓子代いくらかかると思ってんだ。何よ、自由ってことはお菓子買うのも自由ってことでしょ。なわけあるか。マスターになってくれるって言ったくせに。あーもう、お前らの言ってる好きとか自由とかは俺の言ってる意味とは全然違うんだよ。じゃあどう違うのか説明してよ。それができれば苦労はねえ。何それ、わかんないんだ、バカバカ。お前もわかんないだろ、バカだから。そうだった。みんななんだかんだ言って好きでここにいるのよね。ほんと、こんなに賑やかになるなんて思わなかったな。本当に。イカロスお姉さまも？イカロスお姉さまはトモキお兄ちゃん家の子なの？私はマスターに拾われたから、だからマスターの家が私の家、マスターのいるところが私の居場所。お家か。私のお家。あ、それじゃあ私もうちのこと、畑の仕事があるのでそろそろ帰ります。ごめんね、ひよりさん。せっかく来てくれたのに。いえ、次はうちの野菜持ってきますね。それじゃあ楽しみにしてるね。ともちゃんもきっと喜ぶよ。はい、それじゃあさようなら、カオスちゃん。姫様は関係ねえだろ、うん、バイバイ。たくお前らは。でもそうだよな、お前らは素直に笑えるようになったんだもんな。そうだ、忘れてた。おいイカロス、インプリンティング解いてくれ。トモくん、トモちゃん、バカ。どういうことだ、なぜインプリンティングを解いた、トモキ。いやだってこいつ笑えないでしょ。鎖を切って自由になれば笑えるようになると思って。あのマスター。お、ほら違うだろ、もうマスターじゃなくてトモキだ。ほら呼んでみ。朝ごはん持ってきます。あ、いいね、ごはん。お、バカ。なんだよ、いきなり。バカ。バカだな。バカね。バカバカ。なんだよみんなで。俺はな、イカロスに笑ってもらおうと。お待たせしました。ご飯。なんだ。おい、こら、イカロス、お前何やって。ご命令ですか。は？ご命令でしたらやめます。ご命令ですか。命令じゃねえよ、お前はもう自由なんだからな。ねえ桜井くん、そんなこと言わないでもう一回マスターになってあげたら。は？なりませんよ。言ったでしょ、鎖を切って自由になればイカロスが笑えるようになるかもって。そう、なら仕方ないわね、うん、じゃあ会長がイカロスちゃんのマスターになるわ。は？それじゃあね、皆さん。あ！いやいやいや、まずいでしょ。あの会長にあんなおもちゃ渡しちゃったら、それこそこの国が終わっちゃうでしょ。改造、改造よ。エンジェロイドの血は何色かしら。いやイカロスちゃん、白いお家って知ってる？そこに一発この爆弾落としてきちゃって、軽くドッカーンって。大変だ、まずいまずいまずい、非常にまずい、世界が、地球が大ピンチだ。だから言ってるでしょ、トモさん、イカロスさんを迎えに行きなさいって。だいたいトモちゃんはほんとバカなんだから。トモキはバカバカ。誰がバカだ、誰が。バカって愛？愛なわけあるか。
トモちゃんが連れ戻さないって言うならここにあるエッチな本全部処分するからね。待ってください、ゾアラさん、それだけは。どこかに修復カード持ってるでしょ。それ使って私があんたたちの関係を修復してあげるわ。隠してないで出しなさいよ。おい、ちょ、やべえ。いいから出しなさいよ、バカ。そこだけは。そこだけは。やっちまったな、お前ら。俺の社会の窓を開けちまうなんて。このカードはあまりにも危険だから、大事なところに隠していたのに。ここどこ？雪？おやおや、社会の窓を開けてしまいましたね。あの、おじいさん、どうして私たち列車なんかに。人は皆旅に出る。恋に傷つき、人生に傷つき、旅に出る。あの、ようこそ、トモキの車窓から。ご乗車ありがとうございます。この列車はトモキズピークに向かいます。トモキズピーク？これより到着する駅で降りれば元の世界に戻れますが、その駅名に書いてあることを強制的にさせられますので、ご注意を。ば、やばい、嫌な予感しかしない。では最初の駅、トモキとデート、トモキとデート。つまりここで降りれば元の世界に戻れるけど、強制的にデートさせられるってことね。そう、強制的にデートさせられちゃうんですよ。降りないの、ニーフさん。いや、私さっきトモキとデートしたばっかだし。デルタは？デートって何ですか？降りの方いらっしゃいませんかね。では発車します。次の停車駅、トモキとキッス、トモキとキッス。キスとかまだ早いと思う。うん、そうだよ。では発車します。トモちゃん、もう誰かとキスしたことあるのかな。アルファは私が来る前からトモキと一緒にいるんだもの。もうキスも。キスってなんだろう、あいつとしたら気持ちいいのかな。私次の駅で降りようかな。私も。次の駅はトモキと生着替え。トモキと生着替え。降りられない。次の駅はトモキとお風呂。次の駅はトモキとふんどし。ふんどし。何これ、どんどんひどくなってるんだけど。そりゃこの列車の行き先はトモキズピークですから、どこかで降りていただかないと元の世界に戻れませんので。それともお嬢さん方、このまま終点まで行きなさるかね。終点？どうしよう。なんとかしないと。なんとかって？こうなったら脱出あるのみ。ここは山小屋だよね。よかった、助かりましたね。寒い。おやおや、お嬢さん方。そこが終点ですぞ。何？体が勝手に。なんで私たち脱いでんの？日もなく凍えるような寒さ。
ならば生きるためにやることはただ一つ。終点、トモキと裸で愛し合う駅。トモキと裸で愛し合う駅。お楽しみください。いやー、ちょっとこの子誰？トモちゃんのエッチ？お嬢さん方、お分かりかな。一方的なのは愛じゃないじゃね。ご乗車ありがとうございました。どうする気だ、ミカコ。本気でイカロスのマスターにでもなる気か？あら、そう思う？まあ、それも面白いかもしれないわね。でも、当の本人がこの様子じゃあね。昼間の話の続きというわけにはいかないか。相手の資料、かなり集まったの？ああ、シナプスのことは、ほぼ調べはついた。トモキの奴が無茶をする前に、そろそろこちらから先手を打ちたいところだが、そのためにはニンフやアストレア、カザネたちの力を加えても足りない。エンジェロイドたちがダイブゲームのゲートを使えない以上、どうしてもイカロスの力が必要なんだが。じゃ、またね。イカロスちゃん。はい。 A 君が必要としていること叶えてあげて。あ、市場を大方破壊し尽くした後、私は突然動作不良に陥りました。開けちゃダメだって。愛がなきゃダメなんじゃね。お嬢さん方、一方的なのは愛じゃないんじゃね。ともちゃんがイカロスさんにしたこと間違ってると思うけど、でも誰よりもイカロスさんのことを考えていたのってともちゃんだよね。分かってたことよ。トモキはいつだってそうだもん。多分一方的な関係でいたくないんだと思う。イカロス先輩とですか？無意識にそれを望んでいるのかも。それってやっぱり、気づいていないのは多分トモキ自身だけよ。そうなのかな。やっぱり今の関係がなくなるとイカロス先輩とあいつどうなるんですか？もしそうだとしたらどうしよう。愛って何？はあ、早いな。で、何してるんだお前ら。イカロス先輩いないから朝ごはんの食材取ってきてあげたんでしょ、バーカ。子供食えるか。どきなさいよ、デルト。ほら、トモキ、朝ごはんよ。あの、ニーフさん、何ですかこれ。はい、あー、人の鼻じゃん。おい、ニーフ、何入れた。これ、アルファーが大事に持ってたから、美味しいものかなって。殿、敵の突撃隊が。まずい、もう押し捨てよ。ダメだ、避けるわ。ニーフ先輩が私のもの勝手に使うから。トモちゃんってどうしたの？うっさいわね。あんたのものだって知らなかったんだから。あんたが負けた先輩として話しなさいよ。あの二人とも、もうやめ。
事だったんだ。私のマスターです。これからはマスターのお世話は私だけがします。誰にも渡さない。マスター、私とデートしましょう。ちょっとアルバ、イカロス先輩。一体どういうことだ。それが、あらあら、ミカコ、アルファに何をしたの。簡単よ、恋のおまじないってとこかしら。あれあれれれれ、なんか今日のイカロスさんちょっぴり大胆っていうか。離せー、はい、うわー。おー、デートですね、マスター。違うわ、まったく。人夫たちやお前といい、未確認生物界では無理やり拉致ることをデートと呼ぶのか。あん、マスターと二人きりで嬉しいです。あん、まあなんだ、無事だったんならいいけどよ。でもお前今日少し変だぞ、マスター。だから俺はもうお前のマスターじゃないって昨日。おや、イカロスさん、ひょっとしてまだ怒って。もっと人気のないところに、もっと二人だけになれる場所に行きましょう。人気のないところへ行って何をしようというんですか。一緒にいたいんです、もう一度私のマスターに。やっぱりか。会長の入れ知恵かわからんが、俺はもう二度と未確認生物のマスターになる気はねえ。どう、ニーフさん。なんか二人して街中動き回ってる。そうか、もしそうなら最後にトモキが行くところは予測がつくな。ニーフ、お前を助けに行ったあの場所だ。あ俺は絶対にもう二度と。もう一度私のマスターに。未確認生物なんぞの。もう一度私のマスターなんぞに。もう一度、いやあれ、お兄ちゃん、鬼ごっこ。桜井くん、なんでだよ、なんでそんなに俺にこだわるんだよ。あいつはなんでマスターなんかにこだわるんだよ。あ、そっか、そういやここであいつと会ったんだっけ。本当にあいつはいろいろと厄介事ばっか持ってきて、俺は平和が一番だって。なのに急に空から降ってきやがって、いつの間にか住み着いて、なんか普通の家族みたいに思ってたけど、でもそうなんだよな。あいつだって女の子なんだよな。もしもしイカロスがそうなら、俺はどうするんだ。先輩、マスター。たく、みんなしてそんなに俺にイカロスを押し付けたいのかよ。トモちゃん、トモキ、いい加減認めろ。トモキ、バーカ。あれ、鬼ごっこ終わり。もう一度私のマスターになってください。まだわかんねえのかよ。桜井くん、お前が自分で考えた望みなら何だってしてやりてえって思うよ。だけどそんな願い事なんざ聞きたくねえんだよ。めんどくさ。ああ、めんどくさ。拗ねたふりしてみたり、いい話してみたり、結局男って自分勝手な生き物よね。もういいわ、やっぱり私がマスターになってあげるわ、イカロスちゃん。いや、ちょっと会長、俺の話を聞いて。それじゃあ手始めに最初の命令なんだけど、桜井くんをどこか適当なところに捨ててきてくれるかしら。ちょっとそれは予想外でしたな。でもいくらイカロスが非常識でもそんな命令。了解しました。ショッカ、イカロスだ。行きます。待て、うわー
ダメよ。え、なんで？ですよね、会長さん。まあ、ここからは二人の気持ち次第ってとこかしらね。それって愛？そう、一つの愛の形です。だが少々やりすぎではないのか、ミカコ。いいのよ、好きな人には縛られたい。そんな女の子もいるってことさえわからないようなおバカさんにはね。でもどうするんですか？もし本当にイカロスさんがトモちゃんをどこかに捨ててきたら。それが狙いなんじゃない？ほら、イカロスちゃん普段自分の気持ちをはっきり出せない子でしょ。それこそ桜井くんの命の危機にでもならない限りはね。高度8000、9000。おい、本気かイカロス。いくらなんでも。ご命令ですか？え？マスターのご命令でしたらやめます。ご命令ですか？ば、だからお前はもう自由だって言って。では投棄します。いやー、ご命令を。マジかよ、うん、イカロス、いい加減に。停止のご命令を。だから。ではもう一度投棄します。待て、うわー、ご命令を、ご命令を。うわー、ご命令を。うわっ、イカロス。ない、私には帰る場所なんてどこにもない。どこにもない。帰る場所なんかどこにも、どこにもない。イカロス。いや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 、私は誰も殺したくない。誰も傷つけたくない。どうして、どうして私は作られたの。そんな、アルファごめんなさい。いらない、この力。イカロス、お前。マスターのバカ、バカバカバカ。私、自由なんてわからない。自由なんていらない。私はマスターのおそばにいるだけで。捨てないで。俺は、お願い、会いました。お前に笑ってほしくて。バカだ、俺。私はトモ君に助けてほしくてあの子を送ったのね。なんて言葉じゃ足りない。なんて言葉で伝えたらいいのか。あ、そうだ。愛してる。愛してる。やろう。
してます、愛してます。バカ野郎、なんで。愛してます。なんで今頃笑うんだ。ずっとずっと笑わなかったくせに。うわっ、 おい、いくら、ダメだ、イカロス、命令だ、命令だっつってんだろ、バカ野郎。落ちてきた。